はい、こんにちは、タクラです。今日も大注目の CBI、夜の10時半になりますけどね、控えています。これはもうかなり大きく動いてくるだろうと、これはもう想定できるわけで、ポジション調整なんかもすごく出てきやすい環境かと思いますけども、ただ一昨日ですかね、ドルの方が一旦流れが止まってます。円の方も調整局面ということで、今の相場ちょっと動きが鈍いんですよね。ドルはレンジから下の方に抜けてきているというこの事実は変わらないですから、CPI で特にこう影響がなければドル売りというのは継続して僕は見たいなと思いますけども、ただこの CPI は環境の方を壊してしまう可能性もありますんで、そこはしっかりこう発表の結果を受けて、判断はしていきたいと思います。ですからまずはこの CPI までの環境というところで、もうこれは基本的にこう動かない相場ですかね、それを見ていくことになりそうです。チャートの方も全然動いてないですから、あまりこう前のめりになるような相場ではないかなと。ただまあ CPI の結果ドルの方に買いが入ってこなければ、これは元々のドルの弱さというのがチャートの方からは見えていますんでね、このドル売りの流れは見ていこうかと思います。ドルが弱くなってくるんなら強い通貨に注目、最近強いとなってくるとユーロやゴールド、このあたりが僕は気になるんですけども、このあたりチャートの方どうですかね。チャートの方見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、地時間足に冷やしを重ねています。ユーロドル、チャートの方を見ていくと強いですね。レンジからも完全に抜けてきている動きになってきています。特にこれ下を試してダメだった、その結果上を試して抜けてしまったという環境がありますので、ショート勢相当苦しい状況ですね。ただこの2日間ほどドルの動きが止まってしまってますんで、当然ユーロドルのレンジの形が見えてきていますけども、ただ僕はもうこれレンジからブレイクしてきてますんで、特にこの CPI でドルが買われてこなければ、やっぱり強い流れを継続して自分なら見たいなと思いますけどね。CPI まではもうこういったレンジが見えてしまってますんで、例えばこう上の方で買うとかもこういったのは絶対避けたいですけどね。CPI の結果ドルの方に買いが入ってこなければ、僕は積極的なロングは見たいなと思います。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。小さなレンジが見えています。その前には大きなトレンドが見えてますんで、ちょっとレンジとしては小さいですかね。ですからあまりこのレンジ強く信用しているわけではないんですけど、ただまあ2日間にわたってしっかりレンジになってきてますんでね、下のサポート 1.07 の20あたり、上の抵抗が 1.07 の60あたりですかね。このあたりを高値安値として、ひとまず見ていくことにはなってきそうです。すると今の現在地はおそらくレンジの高値圏かなと。僕は強い流れ見てますんでね、やっぱり買い場探しになってきますけども、今の現在地が問題ですよね。高値圏買っていくんなら下からかと思います。ただこの押しが入ってくれるかどうかというのはこれがわからないわけで、まずはそれを待つしかないかなと思います。あとは CPI ですね。この結果を受けてこのチャートが崩れてこなければ、僕ならやっぱり積極的なロング、これはもう上位足の環境からですね、買い場をしっかり探していこうかと思います。ただドルの方に買いが入ってきてしまうと、こういったサポートは割り込んできてしまうと思いますんでね、チャートが崩れてしまったら、冷やし環境は強いですから、調整の売りということになります。この売りに関してはそんなに積極的に見ていく必要は僕はないかと思いますんで、ドル買いでチャートが崩れてしまったら一旦は様子見ですかね。基本的にも買い場をじっくり探していこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。この辺り直近高値まで迫ってきましたかね。まだ抜けてはいないです。下落トレンドの戻り売りを見ていくんなら、すごく抵抗にはなりやすそうな場所ですけども、これ抜けてしまったらちょっともう環境変わってしまいますね。ただすごく抵抗にもなりやすい場所にもなってきそうですから、安易にこう高値を買っていくのは慎重になりたいところです。そしてこのユーロ円、ユーロ円の時は黒線全般そうなんですけどね、日足だと下落トレンド見えてくるんですけども、上位足を見ていくとここの一手声の部分ですね、この V 字の動きが週足を見ていくとヒゲの部分に当たります。はい、こちら週足を重ねています。こうすると分かりやすいんじゃないですかね。このあたりサポート見えてくるんですよね。であれば下が硬いんなら次は上を試す。直近の高値このあたりです。145円ですかね。ですから下から上まで買いの流れが出てきてもおかしくないわけですよね。今目の前には抵抗があるわけですけども、こういった抵抗を抜けてくると戻り売りの買い戻しなんかも出てきそうで、こういった強い上昇トレンドを見ていくのも個人的には面白いのかなと思います。何もこう上の高値を抜けてくるとか、そういった大きなトレンドを意識しているわけではないんですね。結局は高値安値が見えてますからレンジということになるんですけども、今の流れがこのレンジの下からの流れが出てきてますんで、自分ならちょっとショートは警戒したいなと。ただこれも CPA で一つ環境が壊してしまうかもしれませんので、 CPA の結果を受けて改めて判断をしていこうかと思います。売りが入ってこなければ僕は買い場を探りたいですね。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。昨日もじわりじわりと上がってるんですよね。すごく買いにくい動きのように思います。レンジから抜けてきている上昇トレンドを見ていくんなら、買い場探しになってくるかなと。自分も結構昨日の動き見てたんですけども、ただ買えるかと言われると買える動きではないように思います。
まあ、サポートも全くどこにあるかが見えてこないですしね、波の起点がまあこのあたりが141円、もしくはレンジの下限140円あたりですかね、このあたりがサポートですから、このあたりに引き付けてのロングは見たいところ、ちょっと昨日の動きでは買い場はないかなと思いますけども、このあたりで流れが止まってくる調整の形が見えてくるならサポートを見てのロング、面白いとは思いますけども、ただまあ CPI を控えてます。この CPI では大きく動いてくると思うんですね。こういった小さなレンジでは済まないと思いますんで、今のこの流れに乗っていこうと思うのはもう少し難しいかもしれません。押しを待つということになるんじゃないですかね。ただ円の方が今はもう完全な調整局面、年末年始よく動いていただけに、もしかしたらトレンドにならないかもですね。個人的には黒線よりは僕はもうドル層の方が面白そうではありますね。あえて黒線を見ていくんなら、やっぱりこの円安の流れ、週足のサポートを意識した買い場探しですかね。大きなトレンドを見ているわけではないですけども、週足の直近の高値、そのあたりを目指した買いの流れ、まあ、ユーロになれば145円あたりですかね、このあたりを目指したロングというのを意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。このポンドも 1.21 の壁を明確に抜けていたんですよね。いい流れが出ているかと思います。下落トレンドが冷やしだと見えていたんですけども、もう波の反転が見えてますね。現在見ているのはこの上昇トレンド、調整入ってくるんならまずは押し目買い、サポートを探したいところですかね。ただこの調整見てる間に CPI 向かいますんで、まあ、CPI では一つ大きな動きになってくるかと思います。まあ、ドルも今はもう流れが止まってしまってますからね、今すぐ動向というのはもう少し難しいかと思います。ただ個人的にやっぱこれも波の反転見えてますんで、まあ、特にこの CPI でドルに買いが入ってこなければ、やっぱりメインシナリオ、僕はこの青い上昇トレンド、ひとまず見たいところですね。直近の高値 1.24 の50あたりが見えています。まずはこのあたりを目指した買いの流れ、まあ、ロングをしていく場所を探っていきたいですかね。ただまあそのためにはこのチャート崩れてしまったらダメですからね。ドル買いが起こってしまったら、まあそこは慎重に見たいところ。ドル売りの流れが継続して出てくるんなら、しっかりこのトレンドを追っていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、短期足見ても直近高値抜けてますからね、やっぱりチャートは強いんではないかなと思います。ただ現在は流れが止まって調整局面、 CPI まではこのレンジを見ていくことになるかと思いますけども、ただレンジの幅もかなり狭いです。で CPI で抜けてくるみたいな動きはこれ全然出てきてもおかしくないですから、あまりまあこういった小さなレンジを意識しすぎなくてもいいのかなと。まあ、それよりも CPI でチャートが崩れてくるかどうかですね、そこに注目はしたいと思います。具体的にはドルに買いが入ってくるかどうか、もうこの1点で判断すればいいかと思いますんで、ドル買いで環境が壊れてこなければ、押し目買いはしっかり見たいところですね。今までの抵抗体が 1.21 ですからね、このあたりはすごく抵抗になりやすい場所だと思いますんで、押してきた場合はこの 1.21 の攻防、これを見ていくのは面白いと思いますね。まあ、とにかく買い場を僕は探していこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。このポンド円も冷やしを見ていくと下落トレンド見えています。まだ戻りの高値も抜けてないですからね、流れが止まってくるなら戻り売りを見ていくと、これ何も問題ないように思うんですけども、まあ、売りを強く意識している人なんかこうダブルトップなんか出てくればいいなと思ってる人もいるんじゃないですかね。ただ自分はそうは思ってないんですよね。こちら週足を重ねています。週足見ていくと見えてくる景色、この辺りのサポートが強く見えてくる、下落の流れが止められたという環境なんですね。であれば調整局面見ていくことになります。その際にもあまり小さなレンジを意識してしまうと、これは波のサイズ合わないですから、もう少し大きな調整の形を見ていくことになるかと思うんですね。まあ、そうするとまだまだ上げ余地はあるのかもですね。そうすると目の前の壁なんかは抜けてきてもおかしくないわけでね、この壁抜けてくると上昇トレンドも見えてきますし、赤い下落トレンドを見ている人にとってはまあ抜けになりますんでね、買い戻しの動きも出てくるかも。僕はこの週足のサポートがやっぱり気になりますんでね、基本的にこう売り場を探るようなチャートではまだないのかなと思いますね。この青い上昇トレンドをまずは見ていきたいなと思います。ただまあそのためには今のこの目の前の壁ですね、161円あたり、この壁を抜けていかないといけないですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。上昇トレンド、現在流れが止まって調整局面ですかね。まあ、短期足見ていくとこう強い流れしか見えてこないですから、サポート見えてくるんならロングを見ていくと、もう何も問題ないように思いますね。現在見えてるサポートが160円あたりですから、このあたりに引き付けてのロングが基本になってくるかと思いますけども、ただこのレンジの幅がかなり狭い、これ1円ぐらいしかないんですよね。まあ、CPI1 円で済むとは思いませんので、まあ、CPI ではこういった目の前の小さな壁なんかはもう抜けてきてもおかしくないかなというふうに思います。上位足を見ていくと161円、目の前に壁があるわけですよね。抵抗体になっていますから、もう判断はこれを抜けていくかどうかですね。買っていくためにはもう抜けていかないと、強い流れが出てこない壁になりますんで、CPI の結果抜けてくるかどうか、そこを判断材料に値動きを見ていこうかと思います。
相変わりましてこちらが5ドルドル時間足に傾斜を重ねています。5ドルも直近高値も抜けてきているんですよ。このあたりずっとレンジでしたけども、今週ブレイクしてきてます。ただブレイクした後に流れが止まってしまいました。ドルが流れが止まってしまいましたので、これは仕方がないかなと思いますけども、買っていく人にとって一番嫌な動きはこれ潰される動きだったんですけども、昨日なんかこれサポートも見えてきてます。やっぱりこのブレイクの形はしっかりキープしてるんですよね。ユーロドルもそうでしたけども、このブレイクの形をちゃんとキープしてますんで、やっぱりドル弱いなとは感じます。特にやっぱりこう CPI でドルの方に買いが入ってこなければ、このトレンドを継続してみたいですね。自分はやっぱりメインシナリオはドル売り。ドル買いの流れというのが見えてこなければ、まあ、積極的なロング、買いを僕は探したいですね。ただ今はレンジが見えてしまってますんでね、高値で買うとか超えたら避けたいですね。まずは下に引き付けてのロング、下のサポート 0.68 の80あたりですから、まずはこのあたりに引き付けてのロングは面白いかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとやっぱり強い流れが見えてきますね。ただ現在は流れが止まって調整局面、レンジの形もはっきり見えてますから、上の抵抗 0.69 の40、下のサポートが 0.68 の70あたりになってきます。であれば下に引き付けてのロングが基本になってくるかと思います。ただしですね、CPI というのはよく動いてくるかと思いますので、こういった短期のサポートなんかは抜けてくるかと思います。小さな抵抗なんかを一旦抜けるみたいな動きはこれ出てきてもおかしくないですからね。ですから判断としてはこのチャートが崩れてくるかどうかで自分は判断していこうかと思います。すると、まあこの小さなレンジから抜けてくるかどうかではなくて、押し安値を割ってくるかどうか、つまり 0.67 の20、0.67 台をしっかりキープできるかどうかというところが大事かなと。仮に押しが入ってきたとしても、やっぱりこうサポートが強ければ自分なら買い場を探りたいですかね。ドル売りの流れ、CPI がなければ僕なら積極的にも買っていきたいところですけども、こればかりはもう結果を見てから判断していくしかないかなと思います。崩れてこない限り買い場を探っていこうかと思います。相変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。綺麗に波の反転が見えているのが5ドル円ですかね。ダブルボトムのネック抜け、波の反転が綺麗に見えてきています。ずっと売りの流れがあったわけですけども、波の反転見えてるわけで、現在見ている流れはこの上昇トレンド、昨日も高値更新してきていますんで、普段であればこの高値更新も今日も見たいところですけどね、ただ CPI がありますんでこの辺りがどうかというところ、90円の50あたりというのはもうすごく抵抗体としてはっきり見えてますんで、CPI でもしかしたらこの辺りを試しに来る動きはあるかもですね。ロングを見ていくんならあまりこの動きに付き合いたくはないですから、そうなると CPI の結果を受けて判断ということになってくるんじゃないですかね。強いながら見たいところですけども、ちょっと今の場所が悪いかなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ても強い流れしか見えてこないですけども、ただ現在流れが止まってきてるんですよね。調整局面、レンジを見ていくんなら今の現在地高値圏ですから、買っていくにしても慎重になる場所だと思います。さらに CPA に関してもボラが出てきますんでね、こういった小さな抵抗体なんか抜けてくるかと思います。例えばサポート割れたからすぐに売りだとはならないですから、ですから CPA までは少し手は出しにくい場所、メインシナリオ僕はやっぱり買い場を探りたいと思いますけども、ちょっと場所が悪いかなと思います。これも CPA の結果チャートが崩れてこなければ、これはやっぱり買い場を探っていこうかと思います。はい、ということで、特にこうサプライズ感がなければ、僕はドル売りの流れは継続して見ていこうかと思います。ただこればかりも CPI の結果を受けて判断していくしかないです。例えば結果としてまたこうインフレの形が見えてきてしまうと、ドルは買われてしまうと思いますんで、当然この結果の内容というのは注視していくことになりますね。ただこの結果サプライズ感がない、もしくはドル買いの流れが起こらないんであれば、これはもうシナリオ通り買い場を探っていく、ドル売りの流れですね。これは継続して自分なら見ていこうかと思います。こちら5ドルドルですけどね、チャートとしてはユーロドルもポンドドルも強い流れを見ていきたいというのはもうこれは変わらないですね。そして同じく黒線なんかも週足環境を見ていくと下のサポートが見えてきてますんで、強い流れは継続してみたいなと。これもチャートが崩れてこなければ、やっぱり買い場を探っていく、波の反転をこう意識して見ていくことにはなるかなというふうに思います。一番この5ドル円がこう綺麗な波の反発見えてきていますけども、これもユーロ円やポンドも同じの環境ですね。大注目の CPI は夜の10時半になります。大きな動きも出てくるかと思いますんで、ポジションには十分注意はしてください。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。